ヤクルトファン、サンタナの離脱で行く。もう終わりだよこの球団。サンタナ出れそうな記事で出たのにね。まあゆっくり直してくれ。サンタナ抹消はオールスター回避作戦かね。本人そんなことしなさそうだし、練習で悪化しちゃったパターンかもね。サンタナ結局ダメだったのか。サンタナ今さらほんまひどい。あちこち連れ回してあげく結局抹消とか。ほだろ何がしたいんだよ。大事を取って交代から今季絶望まであるな。ほんとどうなってんだこの球団。今さらサンタナ抹消ってなんだよ。まあ今シーズンはどうせ無理やし、休ませてええやろ。山田も下げよう。少し粘って今抹消しても別に変わらんだろ。いないのには変わらないし、代わりになるのもいないんだから。これで本当に終戦だな。この戦力では勝ちようがない。ワイチュニドラファン、怖い打者が落ちてホッとしたけど、怖いのはオスナの方で落胆。言うほど来年に向けて切り替えていく状態か。サンタナ個人軍もヤクルトは終戦だよ。そろそろナイキの出番だな。攻めていくから他球団は覚悟しろ。まだ8ゲーム差だろ。大げさなんだよ。ご視聴ありがとうございました。